売れないくんの素朴な疑問。お、はい、すっかり売れないくんが定着してきました。そうです ね、 今や売れないくんといえば彼です。ありがとうございます、はい、まさみさんも完全に売れましたからね。もう売れてるくんになっちゃいましたので、はい、毎日テレビで見ておりますけど、はい、私もね、今、はい、すいません、リアルタイムで昨日有吉の壁見ましてですね、はい、生き埋め生首見てまいりました。怖かった、怖かった、すげえ怖かった。なんかリアルでしたもんね。そうですか、もう坊主頭で絶叫系っていうのはもう絶対ホラー映画に出てくるかなっていう、ね、だからあれでまた別のお仕事広がりそうですけども。なんかすごいあれ、はい、でもね、隣に座ってた私でさえ怖いんだから、はい、あれ子供見たら泣きますよ。本当にね、いや本当にそうですよ。本当にね、なんか正則さん主演でホラーがもしかしたら、なんかいっぱいできそうな気がします、ね、いっぱいできそうですけど、ぜひ皆さん映画監督の皆様使ってみてください。はい、さあ、今日はもうね、新しい売れない君の素朴な疑問なんですけども、はい、毎日まあこうやって生きてますと、はい、まあ、そんなにやっぱ何て言うんですかね、特に僕ら売れてない若手芸人は、うん、そんなに日々の生活が大きく変わることがなくてですね、うんうんうん、運が今いいのか悪いのかすら判別できないっていう、はい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 、そういう日々を過ごしておりまして、そういう今の自分の運の状態っていうのをその確認する方法ってのはあるんでしょうかというのが、なるほど、素朴な疑問でございます。おお、でもなかなか、はい、あれですね、いい質問ですね。ありがとうございます。ですね、はい、はい、まずですね、奥村さんに限らず、はい、おそらく普通のって言い方もおかしいけど、一般の方もですね、はい、運がいいか悪いかわからないっていう割とこう平凡な日常を送ってる方って多いと思うんですよ。うん、そんなにジェットコースターみたいにね、もう大吉大凶みたいに生きてる人はあんまりいないと思うので、はい、まあなんとなくいつも通りみたいな感じと、はい、でまあ運っていうものの、その定義の仕方にももちろんよるんですけれども、はい、なんかその宝くじドーンと当たったら運がいいよねっていうのはそう思うかもしれませんけれども、うん、今言ったようにそんなこと日常にちょくちょく起こることではないので、はい、日常レベルにおける運っていうのは、はい、いろんなことが滞りなくスムーズに運ぶのがまず運がいいというふうに考えていただきたいんですよ。なるほど、なるほど。だからなんか縁起担ぎみたいだけれども、はい、朝家出てから、うん、その一つも赤信号引っかからないで全部その青青青で来たよとかですね、はい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 、なんかちょうどうまい具合にバス停に行ったらバスが来たよとかみたいな、そのすごい些細なことなんだけれども、はい、滞らないで物事がスムーズに通るっていうのが、はい、まず、まあ、運のいいことだというふうに考えていただくと。なるほど。そうすると、まあ、それ自体がもうすでにバロメーターというか、まあ、そのものなんだけれども、はい、だからスムーズっていうのがまずポイントになるわけなんですよね、うん、で、あともう一つ、その運がいい悪い、今言ったみたいなものよりもっと大きな、はい、今年すごくいいぞとか悪いぞとかね、はい、この大きな運というのを考えてみても、はい、例えば運をですね、変な例えだけれども、その人の今かかってる病気がその人の今の運だというふうに例えたとします。はい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 。でまあ、良い運悪い運はあるんだけれども、はい、とりあえずそれを病気だとしますと、はい、そうするとその病気によっていろんな症状が出るわけですよね、はい、熱が上がりますとか頭痛いとか、ね、鼻水出ますとかいろいろあるわけですけれども、はい、でお医者さんという方はその症状をいくつか引いてそれをこう見て、でこれは多分こういう病気ですねっていう診断ができると、はい、でその病気になった人は個人差はあるけどいろんなそういう症状を出すというふうになっている。でここを運に置き換えて考えてもらうと、はい、運のいい人っておそらくその、症状っていうのが日常のいろんな偶然なんですよ。運のいい病気、変な言い方だけど今運がいいという病気にかかってる人は、はい、おそらく選ぶもの選ぶものいいものをちゃんと引いてるであろうと、これが症状だと、はい、で運の悪い人はもう全部弱り目にたたり目じゃないけど、はい、スカを引くであろうと、はい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 、で実は占いの原理ってここから出てるわけで、はい、その運が悪いやつはサイコロ振らせても悪い目出すだろうし、はい、おみくじ引いても悪いの引くだろうしということで、はい、悪い人は悪い選択をするはずっていうのが大前提になって占いっていうのが出来上がってるわけですよ。だから今回のその素朴な疑問でですね、はい、運を、状態を知る方法ってあるんでしょうかっていうのは、はい、何を今さらと、これが占いだろうがよって話です。なるほど。それは占うってことだろうがよって。もう根本な結局そこに、あ、そうか、そうですよね。そうなんです。でただただね、はい、それでも一応この疑問に対するお答えとしては、はいはいはい、ちっちゃなことで、はい、いいから、うん、運試しみたいなことをまあやってみてね、はい、さっき言った
とにかくいろんな意味で今日はスムーズだなと思える時は運が良い時であって、はい、なんかやたら引っかかるなっていうところですよね。はい、もうそういうのが、運が悪いことのもうそのままバロメーターというかもう運そのものの症状なわけなんですよ。あ、だから本当にお医者さんがその血圧測りましょうでもいいし、はい、あるいはその、こうサイコロ振るみたいなのっていうのは、はい、お医者さん的に言ったら血液検査しましょうみたいなのに近いわけであって、振ったここにあなたの全てのデータが集まってるんですよみたいな感じと、はい、だからそれを逆手に取れば、はい、まあいろんなちっちゃなことのスムーズさと滞り具合というのを見ていただくのが、うん、はい、まあ、一番早いのではないかと。なるほど。ただ何よりも占うことです。まあ、そうですね。それでわかる。それは我々の仕事ですので。いや本当に。何ちゅう質問だよっていう、ね。確かにそうですよね。ただその今の話バーって聞いた上で自分で言うのもなんですけど、僕いい質問したなと思ってます。とても、いい質問です。これはいい質問ですね。ありがとうございます。長谷川さんには出ない質問ですね。長谷川さんが学ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございますね。なんとなくそれで、はい、運というのがなんとなく見えたので今ので、はい、ありがとうございます。皆さんもぜひですね、参考にしてくださいませ。はい、ご視聴ありがとうございました。また明日。はい、また明日。